オーデンバルト軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州の、ダルムシュタット行政管区に属する軍。隣接する軍は、北が、ダルムシュタット D 軍、東が、バイエルン州ミルテンベルク軍、南東が、バーデンビュルテンベルク州ネッカーオーデンバルト軍、南が同じく、バーデンビュルテンベルク州のラインネッカー軍、南西と西が、ベルクシトラーセ軍である。人口10万人足らずのヘッセン州で、 最も人口の少ない軍である。オーデンバルト軍は、オーデンバルトの中央部分だけを含んでいる。オーデンバルトは、西のベルクシュトラセ軍や、東あるいは南のバイエルニア・バーデン地方にまで、広がっている。1806年の陪審下まで、軍域再編以降の軍域に、ほぼ相当する、オーデンバルトは、エアバッハ博が治める、帝国直轄領であった。 1820年12月17日のヘッセン、対抗国の組織体制告知後、1821年7月14日に包括的な行政改革が行われた。アムトに代わって、ラントラーツ別力が設けられた。これは、現在の軍の先駆けとなるものであった。1822年、エアバッハ薄領の行政府に代わり、エアバッハ管区が設けられた。 同じ1822年にはノイシュタット、すなわちヘイヒスト・イム・オーデンバルトを首輸とするブロイベルク管区も設けられた。1848年7月31日の法律により行政担当範囲はさらに拡大された。軍や管区は廃止され、地方管区が設けられることになったのである。これにより、ブロイベルク管区とエアバッハ管区は、エアバッハ地方管区に統合された。 さらにバーデンにある飛び地のビンプフェン管区もこれに含まれた。しかし、そのわずか4年後に地方行政区分は軍単位に戻され、エアバッハ軍、ノイシュタット軍、ビンプフェン軍が設けられた。1874年7月1日にノイシュタット軍はまたも廃止され、これに属していた市町村は大部分がエアバッハ軍に組み込まれた。リンデンフェルス軍も廃止され、 いくつかの市町村がエアバッハ軍に編入された。1874年にヘッセン大公国はプロイセン王国をモデルに軍体制の再編が計画され新しい軍区分の策定がなされた。大公国の行政区分プロビンツシュタルケンブルクには7つの軍が当時新しく創設され60年以上存続した。ヘッセン州に移管された後1936年に プロビンツは廃止されることとなった。シュタルケンブルク、オーバーヘッセン、ラインヘッセンの3つのプロビンツは廃止され、1938年に軍域の再検討がなされた。1938年11月1日にヘッセン州で徹底的な地方行政区域の再編がなされた。9、プロビンツから軍がそれぞれ一つずつ廃止された。 シュタルケンブルクではベンスハイム軍がその対象となった。その大部分はヘッペンハイム軍に併合され、同軍がベンスハイム軍の権利継承者となった。この新しい軍はベルクシュトラーセ軍と名付けられた。数ヶ月後にダルムシュタット、ディーセン、マインツ、オフフェンバッハ、ボルムスが軍独立しとなった。この新しいヘッセン州の行政区画は年の 第二次世界大戦終結まで存続した。1970年代のヘッセン州の図柄、金字に黒い根を張った多くの木。6つの突起を持つ星型が3つ添えられている。多くの木は軍の名前にもなっている。この地域の森を示している。3つの星は1806年までこの地域を治めたヘアバッハ博を示唆している。 軍庁舎軍庁舎は1902年から1904年にボルムスの都市建築責任者で後にダルムシュタット工科大学の教授となるカール・クリスティアン・ホフマンがルネサンス様式で設計しヘッツバッハの建築家で石膏のアダム・ヒルトが施行したものである。1960年と1989年に増築がなされた。この場所はかつてエアバッフェンとの裁判所があり、 その後に、レンガ工場が建っていた場所である。市町村括弧内の単位のない数値は、2019年12月31日、現在の人口である。ありがとうございます。